フォーラム平和人権環境の事務局長藤本康成さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。紹介いただきましたエアフォーラムの藤本でございます。沖縄は琉球王国として中国と日本と朝鮮半島に囲まれながら知恵と勇気で国を運営してきました。しかし1906年には薩摩藩による武力での琉球侵攻があり、1879年には琉球王国の日本への併合、いわゆる琉球処分によって最終的に日本の国に組み入れられました。そしてそこから朝鮮半島での植民地支配と同様に公民化、教育の強制、日本語のいわゆる大和口の強制、沖縄文化の中心に位置した琉球発社神社神道への強制的統合が行われ、神道の普及が行われてきました。沖縄は天皇制のもとに組み込まれ、そして日本の戦争体制に組み込まれて、ついには官民共生教師、軍も市民も日本本土決戦のための時間稼ぎに共に死のうではないか、強制的にあの悲惨な沖縄戦に追い込まれました。侵略戦争と植民地支配の反省に立って日本国憲法にある平和と民主主義の国を日本の市民社会は間違いなく選択したはずです。しかし安倍晋三が言う主権回復の日に、いわゆるサンフランシスコ講和条約が発効された日、沖縄は米国の軍政下にとどめ置かれ、またも米国の植民地とされてしまいました。米軍政下の沖縄県民を人々を思わない苦難の時代から沖縄は戦い続け、日本国憲法の平和と民主主義のもとへの復帰運動に取り組み、1972年5月15日本土復帰を果たします。そして今の沖縄の皆さんが承知する姿があります。おとといの琉球新報の新聞記事です。一緒に思う新聞コンクールで北中城小学校6年生の瀬戸子蘭さんが最優秀に選ばれたという記事です。彼女はある日お母さんが新聞記事を読んでいた。辺野古新基地建設に抗議する市民をごぼう抜きにする警察官、この新聞記事を目にしてお母さんは泣いていた。彼女は警察官が悪者扱いされているのでお母さんが悔し涙を流しているのかと思った。いや、そうではなかった。記事の最後に書かれた市民の訴えを聞いた警察官は目頭をこすって空を見上げたという文章で、複雑な県民感情を表現した記者に感謝が込み上げたというのがお母さんの説明だった。彼女はこう書きました。県民対立のない本当の終戦を、これが今の沖縄の姿なのです。植民地の中では普通の市民が普通の市民同士が対立させられる、これが植民地ではありませんか。そうだ。沖縄は3度植民地とされています。日本政府によって、そして沖縄を差別化してきた私たち本土ヤマトン中の手によって3度植民地化されている。私たちはこの事実ときちっと向き合わなければなりません。辺野古は沖縄の本当の意味での解放の戦いなのだと考えなくてはいけません。私はおととい辺野古にいました。私たちの仲間である山城博司沖縄平和運動センター議長が辺野古に復帰し、力強く話されていました。嬉しくもあり頼もしくもあり、
そういう復帰だと思いました。話の中で山城さんは、尾長知事のパートナー美希子さんが辺野古にやってきた、その時のことを話しました。美希子さんはこう言いました。尾長武は何が何でも辺野古に基地は作らせない。万策尽きたら二人で一緒に座り込むと約束している。山城さんはこう言いました。絶対に二人を辺野古に座らせてはいけない。その前に私たちの手で解決する。力強くそう決意を述べました。毎週水曜日は県議会地方議会議員含めて1000人もの人々が集まって、そして工事が中断する、そういう状況を作っています。それが週に2日になり3日になる。工事がどんどん遅れる。辺野古を作らせないことが私たちの手でできるのではないでしょうか。どうか皆さん一人一人、沖縄の植民地化を阻止する思いで辺野古に足を運んでいただきたい。そのことが私たちの責任なのだ。その思いを持って沖縄と連帯していきましょう。政治は私たちにあります。私たちは絶対に勝利します。